今日は友人の農園に来ています。約7アールの畑に半分は果物、半分は野菜を作っています。この木は何ですか？これはリンゴです。こちらで作るのはまあ珍しいわね。富士、種類は富士です。今年も陽気になりました。これは甘夏です。たくさんなってますね。ここになんか棒のようなもんが見えてますけど、これは何ですか？これはね、モズという鳥が蛇をちょっと捕まえて、冬のまた餌がなしになった時に食べるようにずっとおります。ネーブルも作っています。これは渋柿で、これから吊るし柿にするそうです。これは桃の木です。今年は200個ぐらい収穫したそうです。これは冬柿です。収穫して食べれそうです。これは温州みかんで、枝が折れそうなぐらいたわわに実っています。ブルーベリーも植えています。これはデコポンですが、自分で接ぎ木したそうです。来年には実が収穫できるそうです。これはイチジクですが、最近挿し木したそうです。この畑の下2メートルぐらいのところにも畑がありますが、台風シーズンに大水が出て作物は作れないそうです。そこでこれはブドウですが、上の畑にブドウの木を植えて、下の畑に枝を這わせています。同じような方法でキウイも作っています。キウイも今収穫時期が来ています。これだけいろんなものを作っていると、年間を通じて自分が育てた果物が食べれるそうです。これから野菜の方ですが、人参ができています。これは小松菜ですが、野菜作りはほとんど無農薬で作っているそうです。だいぶ虫に食われています。大根です。キャベツ、レタス、ブロッコリー、白菜ももうよく巻いて収穫できそうです。玉ねぎもたくさん作っています。いちごも栽培しています。ここの畑にはカラスが来るそうですが、カメラには映っていませんが、テグスを張っています。このテグスでカラスは来ないそうです。ニンニクも栽培しています。今日は11月7日ですが、ナスもまだ青々と茂っています。成長は寒くなりましたので、随分遅くなったそうです。これが4月に定植したミニトマトですが、まだたくさんの実がなっています。先ほどいただきましたが、随分と甘かったです。こんな時期までなるとは知りませんでしたが、よく見ると根っこを横に這わしています。こうすることによって11月に入っても美味しいミニトマトが収穫できるそうです。12月の霜が降りるくらいまで収穫できるそうです。茎の長さは3メートル以上あるそうです。皆さんも参考にしてはどうでしょうか。里芋は残念ながら今年日照りが続いて水不足で、あまりいいのができなかったそうです。今年になって化学肥料が
異常に高騰していますので、自分でぼかし肥料を作っているそうです。このぼかし肥料はもみ殻と米ぬか、鶏糞を混ぜて作っています。出来上がるまでに3ヶ月ぐらいかかるそうです。本日も最後までご覧いただきありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。